アンブロジオ聖火は、ラテン語のミサに付随した、単線律の聖火である。アンブロシオ聖火とも呼ばれる。聖、アンブロジウスは、374年から397年まで、ミラノの大司教を務めた。北イタリアのミラノは、文化的に、ビザンチンと密接に結びついて発展し、東方教会聖火の影響を受けている。アンティフォーナと呼ばれる景色が見られる。 しかし、現在まで伝わっているアンブロジオ成果が当時のものと同じであったかどうかは不明である。アンブロシウスの音楽に関連する記録で残っているものは少ない。アウグスティヌスによれば、385年にアリウス派が教会ダッシュを企てたとき、アンブロシウスは厳然というスティナ皇大号に対抗し教会を守った。彼は信仰を同じくする人たちと共に、 教会の中に立てこもって、東方の流儀に従って、同志と一緒に、交渉成果と賛美歌を、日夜歌って、耐え抜いた。ハンガリーの教会音楽研究者であるベンジャミン・ラジキーによれば、アンブロシウス自身、賛美歌をいくつか作ったと書き残しており、アウグスティノスは、そのうちの4つの詩について言及している。それ以上の参考文献がないので、それらの成果が、本当に、 アンブロシウス自身の作であるか判定することはできない。しかし、アンブロシウス説を否定する動きが起こるたびに、ミラノの行為の聖職者たちは、真っ向からそれに反対し、アンブロシウスの名前を挙げることによって、ミラノとその周辺では、古代からの礼拝聖歌の権利を現在に至るまで継承し、保存してきたのである。アンブロシオ聖火には、そのメロディに際立った最高聖部及び、 最低成分が含まれている。それから、金欲的な単純さと無駄を省いた戦術に、他の成果様式には見られない、驚くほど多彩で、無限に広がる、豊かなフレーズがつく。アンブロシオ成果には全く秩序がない、とさえ言う人もいる。これは、極端な意見だとしても、一定の形式と長さの制約に閉じ込められている、グレゴリオ成果の持つ性格は、 アンブロシオ成果には皆無である。人間の想像力が華やかな旋律を生み出し、それが最も単純な形から最も複雑な形へと変調を遂げることを類型と考えるわけにはいかない。むしろ、これらは想像力に富んだ心に訴え、花開いてきた多様な歴史の証明である。当時のミラノが東と西の両世界の接点を成していたことを思えば、 このような成果が生まれたのも不思議ではない。CD アンブロシオ成果集合唱スコラふんガりか発売株式会社アルファエンタープライズ日本語解説書解説ベンジャミン・ラジェキーありがとうございます。